Hey, no catchphrases today. I gotta crank out a couple episodes this morning. I'm actually thinking of switching over to an animated catchphrase thingamajig to just to make it easier on me. Uh, anyway, on with Neon Genesis Evangelion episode 17, the fourth to be qualified. Let's hope there's not a whole lot of music in this one. 今回の事件の唯一の当事者である初号機パイロットのヘン、ホワンテレス、イマー、ティンアイ、ボイバリオサクト、モイマセン、デュアキコ、ダイリニン、カツラニサンサ。イレギュラーのジキンダト、スイテーサレマス、カレン彼の記憶が正しいとサンサイ、ソメイ、インターリエーション、スイレコーダー、は作動していなかった。確認は取れまい。これが

Oh, Shinji's still in the hospital? Oh, oh, no, he's visiting his sister. Right. Didn't figure she was hurt that badly. How long has it been since then? Yes

everything's perfectly normal everything's perfectly normal uh, why did they why was it a thing to flash computer screens back then why ten seconds wait i know i did that wrong

疑似的なものですパイロットの思考の真似をするただの機械です信号パターンをエヴァに送り込むエヴァがそこにパイロットがいると思い込みシンクロさえすればいい機体の運搬は UN に一任してやる週末には届くだろうあとは君の方でやってくれはい調整並びに起動試験は松代で行いますテストパイロットはダミープラグはまだ危険です Who will it be? Who will be れい。the れい。new れい。test subject? <laughs>

松代での三号機の起動実験。テストパイロットは四人目を使うわよ。四人目。フォースチルドレンが見つかったの。昨日、ね。二台も。影。マルドゥック機関からの報告は受けてない。まあ、いいわ。で。その選ばれた子って誰。<noise> <noise> よりにもよって。この子なの。仕方ないわよ。候補者を集めて保護してあるのだから。話しづらいわね。

イえ、院長、mm、相方がおるやろアヤさんは今日休みアヤとわしなんかそりゃしゃあないなでも女の家に一人じゃ行けへんしなそれなら私が一緒にシンジ帰り頼むわんんんんんんん Oh, hadn't been here in a while. How awkward will this scene be? Ping-pong! Ah, uh, it's alright, I've done it before. Well, uh, a female lives here, at least. よカテネジティスカラルデーカタスケテルダー ?Trash is not stuff。ワシワティスダーンデーオトゴノセルゴテネイミサトさんに嫌われるよそういうの。かヘへん。わしの信念やからな。ガラナえ、not like you g o t t ョ t h rench m a d outfit。<laughs> Although。初めて i m e テオ 正直、いいケースカンやっちゃと思うとったけど、人のために何かやるやつとも思えんかったし。まっ、要するに余裕なんやろな、そんないなことは。h a v e you stopped doing that? お邪魔しとるで。何あれがたまってたプリントや。 We cleaned up your garbage too. Uh, you. That's putting it mildly. Thank you. いや、どうなって、クイズの、わきや、バッチューハーブ。あの人にも、言ったことなかったのに。街人の作り出したパラダイスだな。かつて楽園を追い出され。死と隣り合わせの地上という世界に、逃げるしかなかった人類。その最も弱い生物が。弱さゆえ、手に入れた知恵で作り出した。自分たちの楽園だよ。 自分を死の恐怖から守るため、自分の快楽を満足させるために、自分たちで作 Woohoo! Carnal Desires! 第三新東京市、ネルフの偽装迎撃要塞都市。遅れに遅れていた第7次建設も終わる。いよいよ完成だな。<laughs> 4号機と第2支部はいい。S2 機関も、サンプルは失っても、ドイツにデータが残っている。ここと初号機が残っていれば十分だ。

チラギさんやカギ先輩にっちゃっますよその前にその口を塞ぐよお仕事ちんでるもらぼよ。あなたのプライベートにくちだってもらあよ。あなたのプライベートにくちだってもらうよ。あなたのプライベートに o ちだってもらうよ。あなたのプライベートにくちだってもらうよ。あなたのプライベート e く e だ e てもらうよ。あな a のプライベートにくちだってもらうよ。あないのプライベートにくちだってもらのアダムとマルドック機関の秘密知ってんでうょ はってとぼけないで。他人に頼るとは君らしくないななりふりかまってらんないの。余裕ないのよ今都合よくフォース・チルドレンが見つかる。コノーラワ教えへへ。とそうしゅっとくよ。かぜい probably already knew where he was。かんわ s u しない。影で操っているのはメルソノモのザ。メルソノモノ。いかれしディンコード七ななまを調べてみるんだな。ななまる

楽しいこととかな辛いこともでしょう。けど辛いことを知ってる人間の方がそれだけ人に優しくできるそれは弱さとは違うからなややややややもしもし don't mistake kindness for weakness 今からシンクロテストをやるそうだやはりそうだわシンジ君のシンクロ率が落ちてきているどういうことなんとも言えないわ ただ、のの事件時、何かがあったんでしょうね。精神的なものが。まさか、や、nearly nearly dying will do that to you. He's Probably got at the very least severe claustrophobia now. ななんかやや、ったたのいい心当りわ。 鈴原当時入ります。鈴原当時君ね。俺にやらしてくんないかな、三郷さん。な、あ、シンジからも頼んでくれ。Oh, I've got a feeling. に。本当に知らないんだよ。じゃあ四号機が欠番になったって話は？何それ。本当にこれも知らないの？ 第二支部ごと吹っ飛んだって。パパのところは大騒ぎだったみたいだぜ。本当に？おそらくは。ミサトさんからは何も聞いてない。<laughs> やっぱ、マッタンの前には関係ないからな。<laughs> <own> 言わないってことは知らなくてもいいことなんだろう。真二にはさ。遅れてすまんです。話は聞いてる。席につきなさい。鈴原。あ,あの、終盤なんだから。 ちゃんと机並べて日誌つけなさいよ。わし昼飯まだやったんやで、ね。終わったらやるわ。鈴原っていつも購買部のお弁当だね。作ってくれるやつもおらんからな。Then learn to cook. <君>、hmm. 私兄弟が二人いてね。名前は児玉まと望み。いつもお弁当私が作ってるんだけど。<laughs> だから私。

yeah, because she's an adult. A mature adult still no, more so than you are hey, another f person for you to be awful towards. No, I thought the screen paused. Alley-oop! Wow, that episode went by fast. For an episode where not much actually happened, that was quick. Huh. Wow. Okay, well. <laughs> Just so you know, we are still recording episodes for the Tuning Japanese podcast. In fact, we released a new episode of this series somewhat recently and we're working on a double length one coming pretty soon just got some audio problems to fix hopefully you'll see it soon and i edited my f very first podcast episode recently it was for the tuning japanese sub program tuning in where we watched the first episode of an anime and give our impressions on it and we watched sergeant frog and of course, you know what that means. That's right, Kermit the Frog impressions. Here's a little clip. Ghetto, 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 <laughs> ghetto, ghetto, ghetto. I I thought it said Caro, 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 like this, like the syrup. Uh, no, that's not actually the case. Hi ho, my name is Andy. You definitely need more Kermit voices on this uh, recording. <laughs> uh, I'm Andy. What it smells like ham? Hi <laughs> oh you you shouldn't have said that around piggy uh, bill i'm not sure which part you're laughing at <laughs> that's matt <laughs> is it i think so hi everyone we're here for another episode tuning in very excited this is episode six of this bonus season that we are doing these these episodes where again as matt so so succinctly and nicely stated uh we are watching the first episode of an anime and we are talking about it, reviewing it, and giving our impressions overall. It is my week this week. And as Matt said, we are watching Sergeant Frog. And our impressions this week are Kermit. <laughs> because what else? <laughs> yes, that's our, that's our, that's our impressions. This I, week. Uh, when I said what smelled like ham, I expected one of you, the Kermit voice, to say my finger. <laughs> <laughs> Shut up, <laughs> pig <pink> bitch. Um, so. <laughs> i i would I would never besmirch the greatness of the Muppets by being so crass I would honor the greatness of the Muppets by being so crass so if that sounded fun to you, check us out right over here and you can also find me on the podcast anime i o with Bruce Leslie and chris elvins. Visit us on the web over here. All right. Till next time. So long farewell. vita Zane and adieu.